三之助くん、一緒に帰ろう。うん、隣座るね。ん？三之助くん、今日いつもと違う匂いが。え？あ、いやその香水つけて。動揺してるってことはこの香水まさか。そう、そのまさか。女の人にもらった。硫化水素の香り。フランシュー。まさかの方向違いなんですけど。これをつけるといつでも科学実験中の気分になれるんだ。いや、そんなので喜ぶ人なんてこの世にいない。最高の気分だな。タングステン、タングステン。ここにいました。っていうか元素記号 W で笑うのやめてよ。レイコちゃんもつける？つけないよ。4センチの匂いはプレゼントしないで。でもおしゃれに気を使えって女性にもらったものだよ。誰にもらった香水なのよ。ぬく泉さん。温泉の消し。いい匂いといい効能があるって。ただの温泉水じゃない。だとしたら使い方かなり間違えてるけど。そうなの？そうよ。温泉は浸かるものでつけるものじゃないから。そっか。じゃあ今度さ、温泉浸かりに行かない？え、一緒に？うん。何この急展開。一緒にってことは婚約？二人で入るの？いや、ぬくさんと3人で。だからそれ誰？